ただいまね、野田市あたりをね、クロスカブ110でどこどこと走っているんですけどね、皆さんはね、最先端なものっていうのは興味ありますかね。まあいろいろあると思うんですけどね、服だったり靴だったり、まあバイクもそうですけどね、まあ車だったり、まあ最先端がね、すごく好きな人って結構いらっしゃると思うんですけどね。まあ私そこまでそういったなんか流行り物の服とか靴っていうよりは、自分がねずっと好きなものを買ったりはしてるんですけど、今日はねちょっと最先端のものを追いかけてね、ツーリングの方をしていきたいと思います。よろしくお願いします。なんかおしゃれなお店ですね。車の塗装とか、あ、なんかいろいろ看板屋さん、なんかいろいろやってるんだな。なんかおしゃれな感じですよね。なんか奥にアートも書かれたトラックもあるし、おしゃれだな。あ、なんかエアロパーツもやってんのかな。なんかなんか面白いお店ですね。なんか素敵な神社さんを見つけてしまった。ちょっと写真撮ろうかな。こういうなんか街中にある何気ない神社好きなんですよね。なんかいいですよね。356なんか走ってると川沿いにね、田んぼの真ん中にこういったちっちゃい神社がいっぱいあったりするんですけど、結構好きでね、泊まって写真撮ったりするんですよね。なんかその地にね、根ざした神社って素敵ですよね。いろいろありますけどね、こう昔からね、地元の方々がずっとあのお参りされたりね、お手入れをされたりしてるんでしょうけどね、ああいったなんかこう地元ならではのね、神社っていうのはなんか見かけると、本当さっきみたいに泊まってね、写真撮りたくなる、なんかそんな不思議なね、雰囲気を感じますね。これから川沿いですね。停止線が分かりにくいな。まあ、ずっと川沿いで来たんですけどね、途中でちょっとそれてセブンイレブンでちょっとね休憩したんで川沿いから離れてたんですけど、これからまた川沿い走っていくんですけどね。青空が気持ちいいし、川沿いなんでね、非常に走りやすいんで、非常にね、ツーリングコース、ツーリングスポットとしてもね、非常に素晴らしいところですよね。左手江戸川なんですけど、ちょっと風が強いんでね、風切り音が強めに入ってきちゃうかなっていう印象があるんですけどね。まあ本当、千葉県の松戸の方からね、ほぼ川沿いを上がってきてるという感じですね。お、ロッキーバーガーですね。ちょっと最近来れてないんですけど、ロッキーバーガーまだ健在なのかな。シャッター閉まってんな。すごいね、あの手作りのハンバーガーが美味しいロッキーバーガーさんなんですけどね、前のチャンネルをやってた時は一回ね来てご紹介したんですけど、シャッター閉まってたけど、まだやってないだけなのか、それとも閉まっちゃったのかな。ちょっとね、最近来れてないんで情報が取れてないんですけどね。関宿の方までね入ってきたんですけど、だいぶ景色が好みなね、田んぼの地域とかが左右にあったりとかするんですけどね、ちょっと風は強いものの気温も良くて、空もね青空で非常にツーリング日和なんですけどね。先ほどちょっと写真を撮るのにね、泊まった神社さんみたいな、なんかそういった地元に根ざした神社さんがあちこちにあるんですね。昔来た時は結構夜明け前に来たんで、あんまり景色見てなくてね、この辺の景色があんまり分かってなかったんですけど、昼間来ると本当に多い。あ、何年か前に来た時より家とかがめちゃくちゃ増えてるような気がするんですけどね、気のせいじゃないような気がするな。なんか新しそうなお家とかアパートとか多いな。さっきからね、右手の方にちらちらとね、あの筑波山が見えるんですけど、久々に筑波山までもね行くツーリングなんかも行きたいんですけどね、なかなかこう時間とタイミングがなくてね、向こうの方まで行けてないんですけど、まもなくね本日の目的地の近くの、まあ、観光名所というかあれに到着するんですけどね。まあツーリングスポットとしても有名だし、観光スポットとしてもね有名な場所にとりあえず向かってるんですけど、まあ、目的地はまだその先なんですけどね。ということで見えてきましたでしょうか、関宿城、まあ、博物館ですけどね、まあ、千葉のお城、
まあ、千葉のお城じゃない、千葉市のお城もね、今博物館になってますけど、動画で紹介させていただきましたけどね、ここも博物館になっている関宿城博物館ですね。見えるかな城みたいな建物が見えてきてるとは思うんですけど、アクションカメラだとね、どれぐらい捉えられてるかが実際ちょっと分かんないんでね、あれなんですけど、まあ今右手にね、関宿城の博物館が見えてきました。駐輪場はどこなんだろうな。駐車場しか書いてないんだよね。前回来た時は空いてなかったんでね、写真だけ撮って撤収しちゃったんでね、駐輪場がどこにあるのかが分かってないんですよね。はい、お城関宿城、ちょっと写真だけ撮ろうかな。ちょっと写真だけ撮らせてもらおう。駐輪場ないのかな駐輪場書いてないですよね。そこに案内板あるけど、入ってないんだよね。駐車場に停めさせてもらうしかないのかな。あ、バイクってここに書いてあったわ駐車場の端っこのとこバイクって書いてありましたね。全然下見てなかったな。ということで、とりあえず関宿城に到着してね、ここからはね、歩いて、最先端をね、目指していきたいと思います。謎の生物の置物が、土壌かな、こっちはカバか、なんかね、いろんなものが、あっちはウサギとかあるんですけどね、不思議なとこっすね。気持ちいいね。筑波山見えますね。筑波山、これ筑波山ですね。めちゃくちゃ綺麗。ひたすらね、気持ちいい青空の下歩いてるんですけどね、バイク止めたとこからね、15分ぐらい歩かなきゃいけないんで、ちょっと遠いんですよね。でも今日はね、天気がめちゃくちゃいいんでね、気持ちいいっすね。いや、思ったより遠いなということで、到着したんですけどね、後ろ歩いてきてる人も途中で諦めて引き返しちゃったということで、最先端千葉くんの鼻先ですね。ちょうど千葉県のね、一番とんがったとこなんですけど、ついて知りました。ここ住所が千葉県じゃねえ茨城県ですね。こう千葉くんの鼻先のとこ、本当ね、とんがったとこなんですけど、ここ住所茨城県なんだね、千葉県じゃなくてね。ということで、江戸川流東部っていうところですね。あそこがね、千葉県の地図の千葉くんのね、ちょうど先端になってる鼻先ですね。右手が利根川、左手が江戸川になるね、川の分岐の地点でもあるんですけど、江戸川流東部っていうね、ほんと境目の先端のところに来ました。住所は茨城県だったっていうオチですけどね、最先端ゲットしました。はい、素敵なね、桜の絵の入ったね、御朱印をもらいました。なんかね、はがきみたいので売ってるだけなんでね、書いてもらうやつじゃないんですけどね、まあ、素敵なものをゲットしました。そこでね、御朱印とかも売ってますんで、ぜひ。はい、というわけで、関宿城のね、博物館から歩いていける千葉くんの花咲き江戸川流東部を見てきたんですけどね、もうほんと千葉くんの最先端、まあ、千葉県の最先端かと思ってたらね、住所は茨城県っていうオチでしたけども、非常にね、利根川と江戸川の分岐のところでね、
なんかこう自然豊かでいいところですね。歩いていくのにね15分20分、かかっちゃうんですけどね、ちょっと疲れるかなっていう印象はあるんですけど、でもね、あの鳥の鳴き声とかね、いろんな植物を見たりとか自然とかが好きな方にはね非常にいい場所なんじゃないかなと思います。ということで皆さんもぜひ天気のいい日にでも、夏場はやめた方がいいな、ちょっと遠いからまあね、気候のいい時にでもぜひね、チーバくんの鼻先、関宿城からね、15分20分歩いたところのね江戸川流東部訪れてみてはいかがでしょうか。本当この辺ね、こんな感じで景色が素晴らしいんでね、ツーリングスポットとしても最適ですね。まあ、お城の博物館見てね、なんかこういったとこでなんか食べて YouTube 見てなんていうね、ツーリングもいいんじゃないかなと思います。ということで本日は、チーパくんの花咲、最先端を追いかけて、ツーリングをする動画でした。ということでご視聴いただきありがとうございました。